若き日の陸奥宗光公のための宗十郎頭巾を着用した姿を、あえて写真に収めるところが、いかにも、融通変化の際に富める自由自在な人物と言われた、みちのくらしい。宗十郎頭巾は、江戸時代、主に武家の男性が用いた頭巾の一種。宗十郎頭巾の起源と語源は、寛政8年正月江戸切座で、初代、並木五平作、隅田春木女姿性が初演された際、主役の侠客、梅の吉兵衛を務めた、初代、沢村宗十郎が、その男立てを演出するために考案した頭巾にある。当初は、茶のしころ頭巾などと呼ばれたが、この演目が、大当たりとなり、以後宗十郎代々がこれをお家芸としたことから、この主人公のトレードマークである、頭巾と宗十郎の名が、不可分のものとして定着した。形状は、宗匠頭巾のように一枚の布で頭部を覆うものだが、しころという額の上に大きなひし形の飾り布がついているのが特徴である。口元から顎を覆う横布は顎の下に引き下げて顔を天輪にすることもできる構造になっている。色は黒、茶、紺などの地味な系統が多い。宗十郎頭巾は主に武家の落ち着いた年配の男性が尾行の際に用いることが多かった。文久元年に坂本龍馬が京都にいた初恋の相手と言われる、平井花緒に送った有名な書簡の中にも、脱藩後は、花緒に男装をさせて、一緒に、勤王活動をしようと、宗十郎頭巾を用意するよう指図しており、この頭巾の印象が当時どのようなものだったのかが、伺える。まずご無事と存じ上皇。天下の時勢切迫いたし功につけ、1、高町袴1、仏先羽織1、胸十頭巾外に細き。大正一腰尾の尾の一つ、今宵ありどあり上皇。9月13日、坂本龍馬平井花緒の嵐寛十郎の鞍馬天狗、ご存知鞍馬天狗、宗十郎頭巾のスタジオスチルより。梅の吉兵衛の他にも、青男を花紅雑賀の二幕目、雪の下浜松屋の場で、謎の武士、玉島逸等実派盗賊首領、日本大右衛門が着用しているものや、三人。吉光巴白波の二幕目、本城竹蔵の場で、お坊吉蔵が被っているものなどが、歌舞伎に登場する、宗十郎頭巾として特に名高い。しかし、宗十郎頭巾の名を一般家庭にまで広めたのは、鞍馬天狗だった。昭和10年に、おさらぎ二郎が発表したシリーズ第18作の小説、宗十郎頭巾とそれを原作とした、昭和11年公開の新興キネマ映画、ご存知鞍馬天狗、宗十郎頭巾はどちらも大ヒットとなり、特に映画の中で主演の嵐寛十郎が見せた鞍馬天狗の姿は、不動のイメージとして以後定着するに至った。鞍馬天狗の宗十郎頭巾は、美行のためというよりも、むしろ逆に目立った活躍をするためにあえてその正体を隠すという設定によるものだが、同シリーズが子供たちの間で絶大な人気を確立するに及んで、この宗十郎頭巾で正体を隠した白塗りの正義の味方という関係が一つの構図として定着していった。当時、チャンバラ遊びで正義の味方といえば、鞍馬天狗だった。その鞍馬天狗に扮するために、子供たちは風呂敷を使って、宗十郎頭巾をこしらえたが、どうしてもうまくできないのがしころだった。宗十郎頭巾は一枚の布でできているわけではなく、しころの部分は別に縫い合わせてある。したがって、これを一枚の風呂敷で真似るというのはそもそも無理な話で、逆に泥棒の方かぶりのようなものになってしまうのが常だった。こうして、宗十郎頭巾はますます子供たちの同型の的となっていったのである。宗十郎頭巾の名称は、それ自体が俗称の定着したものだが、鞍馬天狗との関わりから、鞍馬天狗頭巾、またその以下を思わせる形状から、イカ頭巾などと呼ばれることもある。ありがとうございます。